バジ公園メインアリーナ、バジ公園周辺の空中写真。1989年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。バジ公園宇都宮事業所バジ公園は、東京都世田谷区場洋画にある公園。日本中央競馬会が運営するバジ普及の拠点である。1940年東京オリンピックに向けて、 日本の馬術選手を育成する目的で開設された。同大会は日中戦争の影響で中止となったが、第二次世界大戦後の1964年、東京オリンピックでは馬場馬術競技の会場となった。馬事公園は馬事関係の多方面の利用と馬事思想の普及を図る公共施設として、馬術競技場、馬筆博覧会等の会場、競技場の長教場、 乗馬趣味の寛容のための乗馬機械の提供場所、競馬騎士講習会場に利用されるものとして設置された。かつては国営競馬、日本中央競馬会の騎士養成所が置かれており、1982年に競馬学校が開設されるまでは中央競馬の騎士の養成が行われていた。現在は JRA 馬事公演馬術大会のような統合的な競技会のほか、 東京馬術大会などの馬場馬術競技、東京障害飛び越し選手権などの障害馬術競技、ホーストライアルなどの総合馬術競技、近代五種日本選手権大会馬術競技といった各種専門馬術競技会が定期的に開催されており、関東における主要な馬術競技会場となっている。一部の競技会では競技場の対応も行っている。また、相馬の日では、 ヤブサメなどの伝統バジ芸能や、横編みや軽乗り演技の狂乱、馬に親しむ日では体験乗馬や馬車運行、ホースショーでは、JRA バジ公演馬術大会としての馬場、障害飛び越し競技に加えて、警視庁、第三方面交通機動隊騎馬隊や、アンダルシアンタネブーマ演技の狂乱といったバジ普及の活動を行っている。2020年夏期 オリンピック・パラリンピックの競技会場の一つに選定され、馬場馬術競技及び、障害馬術競技並びにパラドレッサージュ競技が行われることとなり、2016年12月31日をもって会場整備に伴う工事のため休園となり、2017年1月末には、栃木県宇都宮市に事業所を移転、JRA 馬事公園宇都宮事業所として事業を行っており、 2022年秋頃に改めて、世田谷区に戻り、リニューアルをオープンする予定である。バジ公園君 AB 竹一銀次郎、福国共馬馬から見た、近代日本高団社、高団社選手目知恵、1999年、第5章 3JRA バジ公園サイト、JRA バジ公園からの、お知らせ2016年9月25日閲覧、感謝デ サンクスホースデイズイン JRA バージ公演日本中央競馬会2016年10月30日閲覧 JRA バージ公演休演のお知らせ日本中央競馬会2016年12月1日閲覧ありがとうございます